会場にお集まりの皆様、こんにちは。ただいまより踊りますのは千葉よさ踊り子隊イオリーズ。千葉のよさこいが始まった船橋の町、よさこい日本一を生んだ船橋の町に4年ぶりに千葉のよさこい帰ってきたよ。こっからの時間は観客の人も踊り手もベテランさんも関係ない、みんなで一緒に踊りましょう。それじゃ行こうか、千葉さん踊り子隊。明治から続くバカメン踊り、この音が、この響きが、この船橋の街に帰ってきました。船橋市民祭り開催、誠におめでとうございます。千葉さ踊り子隊、全身全霊このお祭りを盛り上げさせていただきます。よろしくお願いいたします。さあ来た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 、まず一発目お届けするのは千葉よさこい島。盛り上がっていきましょう。それそれ、手拍子どうもありがとう。それそれ、
踊り子隊でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いかがですか、これがね、向こうから踊り進んできたちょっと変わったランブでしたけど、もう一回踊りたくありませんね。ね、この千葉で生まれたこのね、千葉をもう村と例えて、さっき島と例えたやつもやったんですけど、村と例えて作った曲、千葉よさこい村をですね、やってみたいと思います。今日朝霞からですね、朝霞鳴子湯和会の皆様も来ていただいたんですけど、なんか先ほどちょっと練習していただいたということで、みんなでぜひ踊っていただきたいと思います。これ最後、皆さん総踊りをして、この会場を締めくくりたいと思います。今日これで終わりなんですよ。とっても残念なんですけども、本当は暗い中でやりたかったんですけど、ここで完全燃焼したいと思います。それで生歌でいきますね。舞神楽の美穂と北天界の綾音がですね、生歌でいきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではいいかな、真ん中から分かれて、真ん中から分かれていいね、分かれるやつね、いいですか。いきます、構え。さあ途中からでもね、入ってください、大丈夫ですよ。さあ勇気を出して入ってみようか。さあ行くよ。さあ始まりよ。ここから明るいよ。
はい、皆様いかがだったでしょうか。本当にひとときは楽しいひとときはあっという間に終わってしまうんですけれども、これが私たち千葉のよさこいです。本当にですね、千葉県各地で私たちこうやって踊っています。このよさこいね、千葉に広がる、そして全国で活躍するこのよさこいもですね、千葉では船橋が発祥です。そんな船橋の皆さん、ぜひですねよさこいの扉を開けてきていただければと思います。本当に今日はありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。スタッフのみんなもありがとう。踊り子もありがとう。